大砲とスタンプは、早見ら先人による日本の漫画作品、月刊モーニング中にて42号から2020年11月号まで連載された。架空の国家、大公国に存在する兵隊軍を舞台に長期化した戦争の停滞とその中で起きる事件を描いた物語である。一般兵士の日常生活や広報勤務をストーリーの主軸としており、 作中で起きる大規模な攻勢の際などもそれを支える主人公たちに焦点を当てている。また、一話ごとに1ページを使ってその話に登場する兵器紹介が描かれる。対抗国には陸海空の3軍の他に補給、輸送を主任務とする兵隊軍が存在する。デスクワークが多く命の危険が少ない兵隊軍将兵は他の兵士たちから 神の兵隊と呼ばれ、下げ済まれていた。そんな、神の兵隊になったばかりのマルチナ・ M ・マヤ・コフスカや、少尉は、大公国と帝国との連合軍による占領地、アゲゾコ要塞の補給省への配属を命じられる。士官学校同期の中で最も早い認知入りに胸を弾ませるマルチナだったが、2年前からの戦争で占領されたアゲゾコ氏には主敵である。 共和国よりの住民も多く、要塞の中東軍にも腐敗がはびこり、真面目な彼女にとっては衝撃的な職場だった。しかし、マルチナが配属された管理部第二中隊をはじめとして、上げ底の兵坦軍組織には彼女により変化がもたらされていくことになる。まず第二中隊におけるやり方を片端から壊して回り、上官や部下から匹役されるも、 その上官が彼女の突進ぶりに救われた後は、書類手続きを定式化した。その後は占領以前からの住民によるレジスタンス活動との関わり、軍内部の腐敗を禁煙とする反乱や暴略などへの対処、物資輸送先からの救死に一生を得た撤退や、重要人物の護衛など、様々な任務や事件を通じて、第二中隊をはじめとする大広告兵士らの信頼を、 得るようになり、さらに占領住民に対する残虐行為という戦争の現実を通じて軍人としても成長を重ね、いつしか上げ底での平坦軍任務に不可欠な存在となっていた。やがて長引く戦争に疲弊した対抗国で革命が勃発。革命政府と共和国の突然の急戦を帝国から裏切りと判断され、上げ底は帝国軍に制圧され、 大公国軍の司令官クラスも拘束。過労死手難を逃れたマルチナたち第二中隊は、上げぞに残る大公国軍の全将兵を母国に帰還させようと、最後の戦いに挑むことになる。正確には、上げぞ要塞補給小管理部第二中隊とされる。他の部隊からは、タイプライターギャングの異名で呼ばれている。劇中では、現実の地球における、ロシア、 東、ヨーロッパ、トルコ地域に似た地形が地図に表されている。以下の文章では劇中の地名その他に対応すると思われる現実世界の単語を便宜のため使用することがある。ありがとうございます。